前橋定子は、日本のバイオリニスト。白系ロシア人を音楽教師の、オノアンナと、東方学園子供のための音楽教室のサイトを、ヒデオに指示。少女時代、ヨーゼフ・シゲティとダビット・オイストラフの来日演奏会に、接しバイオリニストの道を志す。中学生から、ロシア語を独学し、17歳で、レニングラード音楽院に留学、ミハイル・バイマンに指示する。 1963年に一時帰国した後、新ウィン学派や同時代の音楽への興味から、ジュリアード弦楽四重相談のロバートマンに入門すべくと弁シ、ニューヨーク州のジュリアード音楽院に留学、明白楽として知られるドロシー・ディレイ教授にも指示。さらにニューヨークから通して、スイスはモントルーにて、ヨゼフ・シゲキ・トナタン・ミルシテーンの訓導を受ける。 刺激の高い後もモントルーに暮らし、最晩年のチャップリンや、ココシカとも親交を結んだ。国際的に活躍。ストコフスキーの指揮により、カーネギーホールでアメリカデビューを果たしたほか、ズービン・メータ、クルトマズは、小沢聖司、クリストフ・エッシェンバッハラ著名指揮者の下、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団や、ロサンジェルスフィルハーモニック、クリーブランド管弦楽団などの一流オーケストラとも、 共演している。ロイヤルフィルハーモニー還元楽団やチューリヒトオンハーレ還元楽団とは録音も行ってきた。2004年、日本芸術院賞受賞。2007年、エクソンモビル音楽賞受賞。2011年6月、四十法賞受賞。2017年4月、朝日賞受賞受賞。2017年、演奏活動55年を機に、初の自助伝。 私のバイオリンを上司、恩師、シュゲティが捨てたロマンティックなレパートリーの演奏、解釈に特色がある。シュゲティやミルシテーンと同じく JS バッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータを得意とする。レコードや CD 制作も数多い。演奏それ、実体に加えて凛としたステージマナーや美しい容姿に惹かれてファンを公言する著名人は、 少なくない。実枚の前橋優子はピアニストで、コンサートやレコーディングで多く共演した。ありがとうございます。